断蜜みたいなスペロモン系、料金3200円のお店です。安いね。オプションとかつけるんですけど、今回使った金額1万8000円打診しました。打診。ルシファーチャンネル、ルシファーです、ね、そっちシャドウ。僕の大好きなお店に今日は行きたいと思います。池袋に今日来てます。本日の店の特徴、本日の店はビデオボックスで自家発電をしてたら女の子が乱入してきて夜をサポートしてくるお店である。料金は3000円台と激安、過激なサービスを求める場合はサービスを追加課金を行うことができる。このお店は飛行機の LCC と同じ仕組みである。不要なサービスを取り除くことで料金を安く提供することが可能なので LCC 版の風の店である。お前が行きたいところに行くとこ、はい、ごめんなさいね、それ面白いと視聴者さんはさ嫌がる。ルシファーを見たいじゃない。ルシファーチャンネルが分かってない。分かってない。このチャンネルって僕の不幸を見たい人っていないのよ。僕が幸せでニコニコしてるのを見てみんなその時幸せになってる。だから幸せを作るチャンネルやね。普通のチャンネルって誰かが苦しんでわーってなってるのが、ルシファーチャンネルはもう僕が幸せな姿、うるせえな、なんや人が大事な話してる時に、僕の幸せがみんな見たいんですよね。よかったら高評価ください。ごめん熱弁しちゃった。普通の人たちはまずオープニングでそんな熱弁せんのよ。構成ぐっちゃぐちゃなるやん。そんなもん考えてるから天才はそんなこと考え、天才やから。天才は自分のことを天才と言わない。あ、よくこのコーヒー焼けてましたよね、うん、あと一個大事な話忘れてた。何？なんかあると YouTube で一番大事。おぉ楽しそうと。もういい、語らん、語るなって、語るなってことで、お前みたいな店員が語るなって言って。ここね、薬物の取引場所として結構有名です。ここの通路が本当に こう行く人とこう行く人がすれ違った時に、うん、パッ。何の映画の話をしてるの？本当に？それで僕一回渡されて、間違えとる。間違えられて、後ろの人みたいで、わーみたいな感じになって。なるほどね。見た目反射やもんね。違う。なんで？ほんまの話しても嘘に聞こえるやろな。え、セカンドストリートできてる。開いてんのか？帰るよ。ほら行くよ。決まってた。帰りますよ。保護者か俺は。楽しいね人生。チャンネル登録本気でお願いします。そろそろ近くに来たじゃないと。サンシャイン。恥ずかしがるなら最初からやるなって。こういうの苦手なんです。目立ちたくない。最近さ声かけられる回数増えたよね。嬉しい。鼻の下めちゃ伸びてた。この辺ですわ。もう近い。あ、全然ちゃう。なんやお前、めっちゃ遠かった。はい、お待たせしました。この通りってことだよね。ずっと昔からルシファーチャンネルを見てくれてる視聴者さんだったら、またお前ここか。うん、そうなんだ。計僕10回以上行ってます。行き過ぎやって。動画だけでプライベートは多分10、20、30、40ぐらい行ってます。大好きや。安いもん。理由それなんだ。ここね結構混んでるからいっぱいですって言われる。じゃあ行ってきてください。はい、じゃあ行ってきます。おわっち。またパクる。いいねしてくれたらもっとルシファーいじめるけん。男になってお疲れさん。行きましょうか。ずっと元から男よ。まあまあまあ、ちょっと1個だけ言っていい？うん。すいません2時間も待たせて。本当よね。時間待ちはちょっとエグいよな。お酒飲んだよでも。あ、そうだ。知らない間に。いやでもね、よかったよ。どうかどうぞ。あ、こんな子出てきた。外国人って。違う。うつうつ。うつつなっちゃう。かわいいね。あんな子たちがいっぱいいましたね。絶対おらんけ。本当に？で、とりあえずね、料金。はい。3200円のお店です。安いね。さすが店舗型。はい、コースがいっぱいあって3200円、4200円、5200円。あ、なるほどね。松竹梅景色だよね。そうそうそう。そしてその中で一番安いのがあなたです。まあまあまあオプションとかつけるんですけど、うん、まあ、今回使った金額1万8000円ということで。めっちゃ使ってないよね。あー、泡の店行ったらよかった。なんでやっぱそういうさ結論になるのに一層使ってしまうと。いや今まで安くできたのに、なんでな。最近羽振りがいいけん。違う違う、調子乗っとんの。動画やから経費になるかな。坂上さん出してくれるし、うん、その金やった。池袋に埋めて帰っていいよお前。いいよ。多分おもんないからやめるわ。 YouTube やめようか。落ち込みすぎやろ。まず今回出てきた子、はい、誰に似てたか。誰に似てたか。山田明日香ちゃんです。どんな子やったっけ。僕の大学3年生の時の友達。死んでもわかるかそんなの。明日香ちゃん今んとこ可愛いのか不細工なのかわからんけど。明日香ちゃんね、メガネかけたらめっちゃインキャみたいな。外したら、外したら断蜜みたいなスペロモン系。あー、なるほど。え、じゃあ結構可愛い子じゃない。可愛かったね。今回ね、ごめんなさい、初めて僕このお店で新しいことをしました、うん、はい。なんと打診しました。打診。どこまで。鼻触っていいですかって。は嘘、ごめんごめん、これは冗談。ノース。マジで普通にキス NG やない。ああ、そうなんだ、はい、とりあえずオプションめっちゃつけまくって、結局1万8000円何を使ったかって言ったらあらゆるものつけた。うんうんうん。
て最後行けませんかと。ああ、その最後までね、はい、ちなみに僕ここ30回ぐらい通ってますと、うん、僕捕まえたらめっちゃ利益になりますよって、向こうで言われたのがお店の人呼びますよ。マジで話したるとや平謝りしたらでも許してくれる方ね、世の中反省してる姿さえ出しとけばすいません言うとけ、なんとでもなる。まあ今までそれでなんとかなってきとうけんね。なってないよ、説得力だけあるよね。ほんまにすいませんと思ってるから。じゃあそのまま続けましょうか。今回ですけど、はい、うるさいですね掃除機の音が。だいたいさ、あなた喋ると音に妨害されるよ ね、何の話してた。あ、そう、女性とどういう会話をしたかじゃない。うん、今んとこ平謝りしかしてないけんね。で、彼女大学生なのよ、うん、ホストにハマってるらしくて、はいはいはい、それで今お金が欲しいみたいなで、今頑張って、なんかそのなんでこの店で働きましたか聞いたんですよ。うん、まだ2回目やけんね、頑張れひどいねえ、こんな撮影したくないちなみに俺はこれは何も指示しとらんけんね勝手にし始めて、本当に今頭大丈夫ですかって思っとるけんね。ルシファーさん、頭大丈夫ですか大丈夫なわけないやろが。そこだけさ、本人準拠するのやめてくれ、はい、女の子と話したわけですよ、うん、行きましたごめんなさい、ふざけません。で、どういう会話をしたかですよ、はい、一方がまず、お兄さんはどういう人生をみたいな。なんで中国人になったなんであなたのさ、出てくる女の子は日本人も中国人もみんな一緒と。ある程度僕の人生を喋ります、うん、彼女の人生も聞くのよね、はい、彼女、まあどうやら片親やと、うん、大学は奨学金で行ってて、本当に大学を稼ぐためにやってると絶対それさ、もらわれてるで大体嘘やな思って、なんかで聞いたもん、そのエピソード。お兄さんはって言われて、僕なんて答えたと思う。えどういう人生送ってきたんですかって言われて、親がハイジャックさんとかシンプルに4文字4文字僕の人生、うん、パワッチひどいめっちゃウケたぞパワッチってそんなウケるの視聴者になっちゃう言ったん俺、うん、昔僕のことをちょっと見下してた、うん、女の子に顔めっちゃ似てると、うんうんうん地獄みたいな空気になって、はいはいはい、とりあえず平謝りしました何回謝ると。いやその時間の中 で、ね、何が良かったってやっぱ昔手が届かんかったよ女の子ない、うん、アスカちゃん、はいはいはい、だから逆についにアスカを金で手に入れたみたいな。アスカは何も手に入っとらんけ、多分アスカにこの動画見られたら終わりよね。大丈夫、あいつはもう見てない、僕のことブロックしてる悲しいなおい。聞いてもな、大学生の時の女の子の友達にさ、風景 YouTuber 始めましたみたいな感じで動画送ったんよ。よく送ったね、その勇気でもう乾杯したいよ。その女ってどこの業者なん。ちょ、なんで全員ちゃんとした大学の時でやった友達よ。てか大学の友達まだおると。ないなんでそんな悲しいこと言われてる。頑張って生きるの。決めたぞ坂見さん、怖くて殴れない悔い改めてくれ、いろいろまあもういいよ、そこまでいろいろ喋りましたね。謝った話は聞いとらんけんさ、とりあえず、はい、一番大事なとこよ。そうですね、ちゃんと留守日証できた。あちゃんと留守日証できたんですか。そうですね。剥がれんのやけど、助けてたかもさ。よし、うわっ留守日証本当に大丈夫ですか。痛い